こんばんは、フリーアナウンサーの井出彩です。今回は栃木県の宇都宮に5月6日金曜日ゴールデンウィーク中にオープンした小麦の奴隷宇都宮店をご紹介します。最後までお楽しみに。大きめに切られたじゃがいも、ホックホクのじゃがいもがたっぷり入ってますね。あ、甘い。パイ生地はサクサクしていて、でこのカスタードクリームはすごく柔らかいです。じゃじゃーん、こんな感じの見た目です。かわいいですよね。なんか本当にこうさつまいもみたいな形をしてます。長丸でね、エンタメパン屋さんということで、まあ、全国に何店舗かあるんですね。で栃木県では真岡店、那須烏山店に続いて3店舗目が宇都宮店ということです。6月の第1週に私行きまして、10時半のオープンだったんですね。でもうすでにね、オープンの時には何人か並んでました。行列ができてましたね。さて、5月6日金曜日に栃木県宇都宮市にオープンした小麦の奴隷ですけれども、こちらは堀江門こと堀江貴文さん発案のエンタメパン屋さんということで、まあ、全国に何店舗かあるんですね。で栃木県では真岡店、那須烏山店に続いて3店舗目が宇都宮店ということです。なんといっても目玉商品はザックザクカレーパンということで、まあ、こちら目当てに行ったんですけれども、メニュー表がありまして、そちらを見るとちょっとね、名前が変わったパンがたくさんありました。ジャケ買いではなく、こう名前買いみたいな感じで、どんどんね買っちゃいそうな名前がたくさんありましたね。で私が今回買ってきたのは3種類です。1つ目はザックザクカレーパン、そして2つ目があんたたち2人いいじゃないクリームパイで、3つ目がさつまいもクリーム芋吉です。こちらはね、3種類をご紹介したいと思います。ではまず最初はこちらですね、ザックザクカレーパン。袋から出してみるとこんな感じです。亀の子たわしみたいな大きさで、でなんといってもこの表面にたくさんついている、四角いものですね。これが気になりますよね、見た目からも。でそして持った感じもずっしりと重いです。ちょっとね、中どんな感じになっているのか切ってみますね。あ、すごく簡単に切れました。中はこんな感じです。ふんわりとしたね、パン生地もちょっとよくわかりますし、あと中にはね、ゴロゴロとお野菜が入っています。ではどんな感じなんだろう、いただきます。うん、すごい音。あ、え、これ表面についている四角いやつはクルトンですね。よくコーンスープとかに入っているあのクルトンです。クルトンが周りにたくさんついていて、もうね、今聞こえたかと思うんですけど、すごい食感、ザックザク、なんかザクザクというよりも本当にザックザクすごいですね、この食感は。なんか食べていて面白くなるくらいのザックザク感です。そしてね、ちょっと今食べたところはほとんどこうパン生地のところだったんで、中のカレー部分もしっかりと食べてみたいと思います。おー、うん、まあ、美味しい。うん、大きめに切られたじゃがいも、ホックホクのじゃがいもがたっぷり入ってますね。じゃがいもの大きさもなんかこの周りについているクルトンよりもね、ちょっと大きめくらいのじゃがいもがメイン でカレーが入ってるんですけれども、カレーのルーもそこまで辛すぎないので、結構ね、いろんな方が食べやすいカレー味だと思います。とろっとろの
このカレーにあのふわふわホクホクのじゃがいもがよくあって、でまた周りのこのザクザクなクルトンの食感ということで、なんかねどこを食べても違った食感が楽しめます。なんかお菓子感覚で外側はね食べられる感じですね。さあ2種類目のパンです。あんたたち2人いいじゃないクリームパイ、こんな感じのパンになります。パイ生地でねこう折りたたんだような形で、中にはちょっとこうカスタードクリームですかね、黄色のクリームが見えます。ちょっと半分に切ってみますね。じゃじゃーん、おー丁寧に折りたたまれているパイ生地と、そして柔らかそうなカスタードクリーム、いただきます。あ、甘い。パイ生地はサクサクしていて、でこのカスタードクリームはすごく柔らかいです。このカスタードクリームも甘すぎない感じがいいですね。程よい甘さで、このパイ生地の上にたくさんこうお砂糖が散りばめられているので、本当になんかおやつ感覚で食べられそうな、そんなクリームパイです。そして3種類目はさつまいもクリーム芋吉です。じゃじゃーん、こんな感じの見た目です。かわいいですよね。なんか本当にこうさつまいもみたいな形をしてます。長丸でね、で上には黒いごまがかかっていまして、見た目よりもだいぶ持った感じは軽いです。なんかふんわりしてる感じ。切ってみました。中身はこんな感じです。ではいただきます。うん、さつまいも、うん、わ、さつまいもの香りがまずふわっとしてきて、さつまいもの味そのまんまです。さつまいもの甘みを感じてすごく美味しい。わあ、これはね私の中でヒットですね。パン生地はねふんわりしてます。優しい感じのパン生地。このごまの部分を食べるとごまの香ばしさを感じていいですね。こう味変するっていう感じ。いやこれは芋吉、私のこう小麦の奴隷の中で一押しかもしれないです。ごちそうさまでした。ということで今回は小麦の奴隷宇都宮店をご紹介しました。私はフリーアナウンサーとして栃木県を中心に活動していますが、毎週火曜日夜8時頃に井出彩のママチャンネルというチャンネルも投稿していますので、よかったらこちらもご覧ください。それではまた次の動画で、バイバイ。